はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、4枠目メインキャラクター熊川さん使っていこうかなと思うんですが、今回のメダカボックス大特集祭の限定枠なんですけども、僕の熊川さんなかなか無凸なんですよね。はい、ふんだんに弾食わしてないんで、決闘動画別にええかなって思ってたんですけども、なんかね、意外と火力出るという噂を耳にしまして、この方ガード貫通持ってるんですよ。今ね、もうガード貫通がめちゃめちゃ強い環境となってるんで、無凸の熊川さんでもいけるんじゃないかなと思いましてやっていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけでカルビとかいう美味しそうな人来たというわけでいただきます。ぜひともマヨネーズとケチャップと蜂蜜かけていくんですけども、1枠目定番の限定メダカというムーブ、ほんで1枠目でなんかね、HP めっちゃ削られるんで、やめました、ディオ。ヌーベにします。はい。で、耐久に5輪ほど寄せたパーティーにしようかなと思いまして。ラス枠が、熊川さん、ガード貫通となってるんで、だからね、耐久に寄せて寄せて、最後でまくるというパーティーに、しようかなと思うんですけども、まあ1枠目で12万ほど削られているというね、頭のおかしい状況ではあるんですが、またここで、5輪ほど、バフ回積んでいくんで、まあ全然ね、怖いもんはないんじゃないかなと思われる。んで、和彦さん、友情レベル12にしました。今まで7やったんですけども、というか逆になんで今まで7やってんっていうね、無凸やったらなんかわかんねんけど、一つだけ上がっている7っていう、運が3にもかかわらず弾を一つだけ食わしているというね、謎の行動を行っていたんで、貫突にして、ガード 21% にしました。まあこれでガチリガチリガチリ守っていきまして、まあここは、盤面触ってくれるな、これは。んーで、ここ有利属性取ってるんで、ヌーベもね、まあ使ったんなんだかんだ久々なんですけども、やっぱね、使わなくなったイコール強くないわけではないんですよね。弱くなったわけでは全然ないんで、やっぱ久々に使ってもヌーベは強いんじゃないかなと思うんですけども、な、今回バフ回積まれてないんで、なおさらかなと思いますね。まあ、いかほどというわけで、ここ全然守れている。ほんでもって、ヌーベーちゃん。強すぎんよ。なんじゃこのアホみたいな火力は。ほんでもって、ここに関しては、友情技で、あれを積みません。必殺変換。ま、なので、ラス枠に行きやすいパーティーにしてますわ。はい。で、ここに関しては、ラス枠に行きやすいパーティーといえど、全割りはしたかったというね、本音を漏らしていくんですけども、まあ、ブチン割りしていきまして、一つ割りとかいうね、頭のおかしい条件やねんけど、ただ、伝説オールマイト、情報修正でね、30万回復とバフの数値が伸びたんで、まあ、実質必殺変換みたいなもんなんで、で、僕のパーティーはラス枠でまくるパーティーとなっているんで、別にここ、必殺変換せずに、この、甘露寺さんのダブルタップを活かしていくような、ムーブでも全然いいんじゃないかなと思われる。んで、必殺2個割りしても耐えれたというね、後の祭りなんですけども、んで、ここに関してはベジハン。はい、もうね、弱体化めっちゃ積んでくる人多いんで、弱体化を貫通していくというムーブ。こちら側ガード貫通なんで、ほとんどの確率でもう勝つんですよ、ガード貫通なんで。だから一番怖いのは弱体化なんで、もう数パーセントの負けの確率をなくすというパターンにしておりますね。んで、こちら側316の必殺ダメ、まあ、なかなか怖いのが積んでいる。いかほど5つ割りとなってます。まあ、これかなりなダメージ入るんじゃない？ほんでガード詰め言う話で。もうね、ガード相手さんが積んでなかったら、僕の熊川さんはただの 450% とかいうね、ヒーローキャラになり下がるんですけども、まあいかほどダメージというわけで、それでもね、結構入ると思うで。
まあ、いかほどというわけで、148万、ありがとうございます。まあ、今日こんな感じで頑張っていくんですけども、いや、今のめっちゃ火力で、あららら、ヒゲオヤジとかいう害悪来ていき、ちょっと厳しいもんがあるんと違います?この対面は、なかなか、まずいね。これは僕の五輪ほどバフ界が刺さっていくことを願うほかない。で、3枠目、ちょっと、これチャージ必殺されたら、負け濃厚なんですけども、まあ1枠目は安定でムーブ決まっていってるんでいいんですが、まあレジェンド発動していきまして、せやな。まあ今までね、ディオを使ってたんで、ここをダブルタップっていうのを勘違いして盤面触りそうな気するんですけどもね。はい。ディオ中毒に陥ってるところで、で、ここバフ界がガン刺さっている状況。これはレジェンド発動して、2、3枠目有利属性なんですけども、ダメージ望んでいきましょうかね。はい。まあ、これで、ラス枠、あ、バフ界積んでるか。なるほど、了解した。ここ割ってくれへんかな。ここ、割られなければ、甘露寺さんでダブルタップ発動されないんで、これは緑割りそうな気するんですけども、青割るな。オッケー、素晴らしい。全回収はかなりでかい。これはありがたいな。まあ、1個組か。いいでしょう。まあ、ダメージ以下ほどというわけで、全然入らん、ここは。はい、カスダメー。ヌーベ特製でもガード張ってるんで、カズキコさんのガード合わせて 33% ぐらい、ガード詰めているという状況ですわ、今の。で、ここに関しては、ここどうしよっかな。これはね、これここやな。ここで、はい、デク発動してっていうムーブにしていきましょうかね。はい。ほんでもって、まあ、ブチン割りなんですけども、ホイト。オッケー。まあ、必殺1個なんか安定で残してるんですけども、あんま残す気ないんですけどもね。うん。なんか、必然的に残してしまっているんですが、相手さんも1個残したか。なるほど。これ、チャージ必殺されんのなかなか厳しいな。まあ、ダメージは貸す。ほんでもってこっちエラー入っている。やっぱオールマイトの30万回復めっちゃ強いわ。これでバフの数値も伸びてるからね、やばすぎるんですけども。でもって相手さんのバフがもう焼け野原となっている。これはさすがに耐久が勝ってるんで、まあ属性とか関係ないのではないかなと思うんですけども、まあ一応バフ見るか。もう相手が悲しいんですけども。62の幻突42以下。必殺ダメ、残りカス。こちら側、266の必殺ダメ。まあ、細いのが詰めている以下ほど5つ割りと、なっているんですけども。ガード積んでるか?積んでる!積んでるというわけでコンドルの親戚なんですけども。これは、通常の、緑属性やったら、なかなか危うかったんですけども、熊川さん、ガード貫通となってますんで、これはかなりダメージ入るんじゃないかなと思われるんですが、あ、無凸なんですけども、いいでしょ。いや、弾食わそうかな。なかなか未来歩くないか。さあ、よろしくお願いします。というわけで、ラス枠義勇さんなんか流行ってるんか、今。結構使ってる人急に見出したな。今まで全く使われてなかったのに。まあ、1枠目割りド安定なんですけども、これ、この復帰で盤面繋がって欲しかったな。まあ、しゃーないというわけで、これはハート割りましょうかね。OK ですと。でもってまあ安定でちょっと相手の友情技確認せずに発動してたんですけども、まあ割って正解やったというわけで、やっぱね、ここ最近というかもう昨日あたりから、1枠目で必殺ダメをあんま積まない人が多くなってきましたね。もう限定メダカの影響がでかすぎるんですけども、僕もね、あんまり必殺ダメ積まないようにはね、注意してるって言ってるそばからガン積みしてるんですけども、んでもってここ、
アークス対面か。なるほど。で、先に解除をもらってしまうというムーブ。まあ、しゃあないな。相手さんも、これはバフ会パーティーとなっているのかな。ただ、2枠目に、ジョリンがいんのがちょっとよくわかんないんですけども、解除か火力ぶっぱなんか、まだどっちかはわかんないんですが、まあ、ラス枠に、解除か。なるほど。まあ、ラス枠にガード貫通が鎮座しているんで、耐久パーティー対面の場合、ラス枠ガード貫通ほんまに強いねんな。だから今回は、この熊川さんの良さが出るんじゃないかなって思うんですけども、ブチンと、オッケー素晴らしい。ここで割られへんかったんはかなりでかいな。ただしかし、甘露寺さんが発動できないというクソムーブをオツとなってるんで、はい。まあ、しゃあない。これは上書きされないことを祈る、ただ祈るばかりなんですけども、相手さんが焼け野原。バフ。必殺ダメがゼロとなってますわ。はい。そんで HP が100万アドバンテージというね、なかなかでさ、ごっついんですけども。でもってここ。丸キク丸キクで、レジェンド発動というパターンか。なるほど。全割決まるかな、これは。おそらく。あ、でも着地等々でかすってる。あー、ピタゴラスイッチ6つ割り。まあでもかすダメでしょ。どんだけ入る？はい、かすダメ。さすが耐久パーティーとなってますわ。さあ、ラス枠というわけで、まあ、上書きされることは周知の事実。で、ラス枠なんでベジット積んでるかっていうと、僕いつもここ弱体化付与積んでるんですけども、最近ね、ラス枠で弱体化いなす人がめちゃめちゃ増えてきたんで、んなね、ギャンブル積むよりかは解除パーティーなんでどっしり構えた方がいいというわけでベジットを積んでいる。相手さんバフ見る価値なし、こちら側266の頑張っている以下ほど4つ割りとなっておりますわ。絶対ガード積んでる。絶対限定ノエロールいない。いないのにもかかわらず、なんかザリンとリサリサ先生とかいう招かれざる客いるというわけで。なんですかこの友情技は。偏りまくっとんな。まあただしかし、価値格と、なってるんじゃないかなと思いますわ。いかほどというわけで、はい、カスダメからの熊川さんというわけで、ありがとうございます。やっぱりガード貫通は属性関係なく強いな。さあよろしくお願いしますというわけで、ラス枠有利属性。これはすんごい嬉しい。ラス枠ね、最近黄色使ってる人全くいないんですけども、今回いらっしゃったというわけで、これはゼガヒでも餌になっていただこうかなと思うんですけども、2枠目僕が餌やんけ。そんで相手さん1枠目でベジテンとかいう天ぷら来たというわけで、これはちょっと割られたら厳しいな。割るなよ。割るな。これ、割る？対極拳で饅頭作りっていう、少林サッカーが出たところで、いや、マジか、こんだけ削られたんはちょっと厳しいぞ、削られんなんですけども、40万、まあ、上書きされることは分かっていたんで、はい。身構えてたんで、あんまりびっくりしなかったんですが、いやー、こんな盤面同棲中年言う話で、そうですね。これ、理屈らの、かずきこさん、素晴らしい着地。これ、ニアの変換が行きましたやん。赤変換が、今の見た。ディオの弊害が出とるやんけ、ここに。お前、数分前にディオのこと言ってたんちゃうんか。自分はディオ、中毒やから、お前、しっかりせえて。なんじゃ、お前は。散歩のこと忘れんのか、クソがよ。しんどけ、マジで、こいつは。ほんでもって、まあ、ここで、まあ、がっちり守れたんでいいんじゃないかな、というお話で、
ここでバフ回できひんかったまあまあ厳しいな。んーでもって、ここは先に割って、割っていくムーブにしましょうかねの前にデイ発動して、まあ、ブチン割り決め込んで、レジェンド、うわっす。何その穴抜けの紐を使ったかのような穴。今の絶対に割れたと思ったんやけどな。着地がミスってましたか。まあ、しゃあないというわけで、これはちょっと上書きされへんことを望むばかりやな。で、相手さんも、ふんだんに、ただ解除を積んでいないんで、これまあラス枠対面となりますね。全割りかな、これは。まあ、繋がるよな。5つ割りか。ここの5つ割り結構入りそうな気がするね。ちょっと、ヌーベーで割れていない弊害が出てるんですけども、まあ、ラス枠有利属性なでも属性の暴力なんじゃないかなとは思ってんねんけどな。まあ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 、いいでしょう。アドバンテージ40万ほどとなっている。上書きされなかったのバカでかいぞ、これ。そうですね。なかなか変換も噛みっている。ブチン割り決め込んで、6つ割りかな、天下の。天下の6つ割り決まっていったぞ。これは、えぐいダメージ入るんじゃないかな。相手さんバフ、あ、幻突なんですけども、バフ見る価値なし。こちら側は316の、まあ、なんだかんだ、129、甘露寺さんで詰めている6つ割りとなってます。んで、ガードを積んでいる。まあ、友情コピーじゃないんですが、21% ガード積んでいるんですけども、無駄というわけで、ここに来てディオが来ましたね。無駄というわけで、伏線回収したんですけども、5つ割り、爆弾耐性ダウンされたんですが、関係ないというわけで、この爆弾でなんか300万ぐらいダメージ入らん限り僕の勝利。うわー、ついよ。無凸やで、この火力。やばないか。さあ、というわけで、ラスト1回やっていくんですが、いやー、弾、マジで食わそうかな。緑の火力キャラとしてはなかなかいいキャラと、お、ここ先行。ここ先行取ったんかなりでかいぞ。ディオで、上から殴られて、ちょっと待って、何その友情技。その友情技何、何その友情技。1枠目にディオとかいう変なことしてる。まあいいでしょう。ここディオに先殴られてからこっちが殴るんで、ディオの火ダメバフを解除できる。これディオ使ってて一番鬱陶しいこと僕ができるというわけでね、ありがたき幸せなんですけども、これは脳汁脳汁というわけで、相手の友情じゃなくて、友情がマジで意味わからん。これ割んのか、割りそう。めっちゃ割りそう。めちゃめちゃ割りそう、これ。はい、カス。ここ割りカス。ほんでもって、まあ、ダメージカスなんですけども、解除積まれたなかなか厄介やな。まあ、その分、一つ据えたんで、ほぼ、わっと、ここでまたされていたら僕も発狂やったんですけども、ディオじゃない、ディオじゃない、僕はディオじゃない。これを忘れんなよ、マルトラよ。オッケー。盤面触らずに。あー、ただしかし、これは先にニアやな。なるほど。これ、うえ？何このピタゴラスイッチ。今日一のピタスチ入ったな。これは芸術点が高いピタスチというわけで、ほんでもってディオちゃん、これ相手に気持ちを聞いてみたいね。今あなたは絶望してるでしょ。はい、割っても意味ないという、はい、終わりが絶望というね、そういう旅に出ているでしょあなたは。はい、こっちから見ていたら滑稽滑稽なんですけども、割ってくれると素晴らしいことですわ。これヌーベイが必殺発動した瞬間に相手の火ダメバフを解除するんで、
ディオでバフ一つも積まれないんですよ。これがほんまに強いですわ。はい。ここはね、レジェンド溜まっていないんで、まあここで盤面触ってレジェンドを溜めて発動していきまして、まあ二つ割りは度安定でしていきましょうか。まあここでレジェンドは溜ま、あ、何も見ていない。はい。何も見ていないですわ。はい。何も見ていなかったがゆえ、あ、今僕目隠ししてたんで。まあね、盤面事故難は、はい、容易に想像できるんじゃないかなって思うんですけども。約束していきまして、これでな、ここでダメージどんだけ入るか。バフ回がここで2つされたという。なるほどというムーブ。1つ割りというわけで、で、まあ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 、ラスワクでなんかお互いともに、なんかすんごいことになってますわ。はい。はい。せやな、ここもガード貫通が生きるんじゃない？こんだけの耐久、耐久のほぼアドバンテージイーブン対面は、これガード貫通がふんだんに生きるんちゃうかなと思うんですけども、6つ割りやろ？まあ、甘露寺さんで割れてないので、それがなかなか効いてくると思うんですが、幻突なんですが、バフ見る価値なし、こちら側180。必殺ダメはまあ、ふんだんに詰めているもののやな、これ。6つ割り。以下ほどなんですけども、ガード積んでるよね。ありがたいことに。これほんまにガードのええとこ出るんちゃう？ラスワークダブルタップで4つ割りか。いや、確実にか。5つ割り。確実に勝ったわ。さすがに勝ったやろ。ガード貫通なんで。無凸といえどガード貫通。はい、強い。ありがとうございます。